こんにちは、たけるです。ワンのデビュー戦とワンのタイトルマッチ、これが日本でできるということがすごく嬉しいことだし、すごい光栄です。で、まあ、今回の試合、僕は僕の今までやってきた格闘家人生と日本の格闘技界を背負って、必ずスーパーレックス選手を倒して世界最高峰のベルト、ワンのベルトを必ず取るんで、当日はよろしくお願いします。必ず勝ちます。สวัสดีครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่จะได้มาชกแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ชกเป็นคู่เอกเป็นคู่นำของรายการในวันที่28นี้ก็วันนั้นก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็สมกับที่ทุกคนรอครับจะทำให้มันตื่นเต้นที่สุดครับ今回自分も日本で試合ができるということでとても嬉しいですし、そして今ワクワクしています。また1月28日のワンの大会のメインイベントを任されたということに関してもとても光栄に思っています。28日はですね、自分としてもベストを尽くして絶対勝ちをもぎ取りたいと思っています。どのように勝つというイメージを今現在抱かれているかというのをお願いします。ありがとうございます。それではまずはタケル選手からお答えいただきましょう。よろしくお願いいたします。はい、スーパーレックス選手は本当に強い選手なんで簡単に勝てるとは思ってないですけど、僕はもう泥臭くてもどれだけボロボロになっても必ず勝つということを意識してやってるんで、一番ベストは KO で倒したいなと思ってますけど、何が何でもどんな戦いをしてでも絶対勝ちたいと思います。ありがとうございます。続いてスーパーレック選手お願いいたします。スーパーレックの格カウンターはサムラファイクラに役者ピッゲームやんがいばんかครับก็สำหรับผมแน่นอนครับตั้งใจที่จะมาโชว์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตั้งใจที่จะปิดเกมไม่ใช่ทาคิรุคนเดียวครับที่จะมาน็อกผมก็ตั้งใจที่จะมาน็อกทาคิรุกันในวันนั้นครับはい、今回この日本の試合で日本のファンの皆さん待ち焦がれてくれてたと思います。その気持ちをがっかりさせないように自分としても絶対 KO 決着したいと今は考えています。もちろんタケル選手も同じ思いでしょうけれども、自分もその気持ちで向かっていきます。